お疲れちゃんです。ラットです。だけで今回もクラッシュラやってるんですけど、今日はねこの地獄のチャレンジやっていきたいと思います。エリクサー7倍で20勝まであるというね。まあでもこれプロフィールのね何勝とかを更新できるチャンスなので、皆さんねぜひ挑戦していただければいいかなと思いますので、僕はこのねディガーウォールブレイカーかっこポイズンロケットデッキでやっていきたいなと思います。この前公開点ウォールブレイカーでなんか9勝も入ってたんで、まあそれのね、上位互換というわけで、ロケットを入れましたね。なんか、ロケット削りが最強になってたんですけども、そう変わっちゃったんですよ。やっぱ時代はこうね、常に変わるものですから、変わっちゃって、ロケット削りがね、端前からいっぱい出されるデッキに勝てなくなってきたんですよね。よいしょ、端前なんかエリゴレ、ね、エリゴレなんか、エリゴレとなんかみたいな、端前エリゴレライドラレイジみたいな、そういうものに勝てなくなってきたんですよ。なのでちょっとね、そういう逆に端前から出すエリゴレキョスケレイジとかそういう感じがね今強くなってきたので、まあそれに対してねこう小回転のボムタワーでイモって、まあスペルとディガーで削っていくデッキが僕的にはねいいんじゃないかなと思います。まあ20勝まだしてないんでね、はい、わかんないですが、でもこの前 9-0 だったので、で、あとはいっぱい手が固めてきたら、っていうかもう、そこにはロケットかましてって感じです。よいしょ。どんどん攻めていきます。どんどん攻めていきます。ポイズンも打って、やべ、鼻がムズムズしてきた。ちょっと待って、やべ。鼻水が出る。くしゃみが出る。やべ。来た。はい、うわぁ、よいしょ。ポイズン打って、相手の攻めも結構強いですね。そう、こういうね、戦術ゲームちょっと増えてきたんですよね。こういう戦術には、こう、しっかりね、もうボムタワーです。ボムタワー徹底です。ボムタワー徹底の、よいしょ。さっ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 さ、1個は折れる。1個は折れたものの、こっからですね、問題は。しっかりね。なんかこう、こういう7枚でもユニットをできるだけ無駄にしないようにね、戦えるとすごいいいなと僕は思ってるんですけど、そんな難しいこと言うんじゃねえよ、ボケがって思われたらごめんなさい。朝から口悪いんすよ。本当に。良くないですからね。そういうものは。キョスケがね、あったら非常に厄介かな。よいしょ。もう、やべ、エリが漏れる。これはでも、キングですね。キング。いちいち、なんで2個の横のね、あの変な飾りみたいなの取りに行ってんのって思われちゃうので、もうキングにね、やっぱディガー、ウォールブレイカー、ロケットポイズン。よいしょ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 。これもね、困ったらロケットぶちかまして、1個捨てて、1個取られて、逆に困るみたいなね。さっさっさっさ、ディガーボールビーカー飛ばして、キョスケがね、やっぱ厄介ですね、非常に。ロケット、オッケーオッケー、キングがおられなければ、スペル削りで僕の勝ちなんですね。防衛にも徹してて、さあ、ロケットあと2発、もう1発かな。あともう1発で勝ち。よいしょ。はい、回して、まあ、結局、防衛固めのね、ロケット削りみたいになってますけど、まあ、そういうことですね。端前リゴレに勝てるのは防衛固めのロケ削りか。まあ、なんで、ワンチャンウォールブレイカーをもう、地獄へ送ってもいいんじゃねえかって、エリゴレすごいおすすめしてきますね。ウォールブレイカーを、もうワンチャン、ね、変えちゃってもいいんじゃないか説はね、すごいありますが、いきまーす。ロケットぴょん。で、ディガーで削る。で、防衛はしっかりします。後ろから出して、一応ロケット押しうざいので、よいしょ。さあさあさあ、防衛はしっかりします。で、ロケット打って、もうここでロケット打つ勇気ですよね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけね、ここでロケット打てるか打てないかで、やっぱ世界は変わりますよね。で、一応トレにロケットして、あ、待って、なんか負けそうなんだけど、ロケット押し世界一うざくね。やばいやばい。右側落ちる。さてやばい。エリクサがめっちゃ漏れてる。このチャレンジ大事なのは、エリクサを漏らせないことって僕は言ったんですけども。やべえ、これ。相手の敵強くね。ちょっと待って。相手の敵強くね。さてこれ、ロケット押しいらんな。あ、僕気づきました、皆さん。これ皆さんのために一つ気づいたことがあります。ロケット押しいらないっす。俺のロケットやべえ。ちょっと待って。なんかこれ、もうすっげえカリカリすんな、このモード。負けたら。これ、やべえわ。めっちゃカリカリする。パーティーされちゃった。本当に。気づきました、僕は。
今までバルキリーウォールブレイカーで攻めるという概念を入れていましたね。ロケットデッキなのに、ウォールブレイカーも入ったら美味しいよねっていう甘い考えがね、僕の中にはあったっぽいです。ですので、こう、今のを見てもらいます。はい、はい。ロケット推し最強マンジーっていうわけで、ロケット推しと、プリンセスと、まあ、バルキリーでいいかな。回転早い方がいいんでね。で、あとはディガーロケ。これね、で、守ります。いきます。もうこれです。これが頂点ですね、皆さん。他の YouTuber がグルデッキも強いんですけど、4勝1敗ではありますが、このデッキが頂点です。はい。で、あ、ディガーの位置がね、良くないんですよ、毎回。なんでそこに飛ばしてんのっていう僕。相手は、イモリ系なら非常に美味しいですね。相手がイモリ系なら非常に美味しい。で、後ろからこいつは出して、こいつは出して、オッケー。もうこの人はスパーキー大好きだな。スパーキー大好きか。オッケー。ロケット、ディガポイズン。もうこれはもうどうにか頑張って、みんな。どうにか頑張って。いや、これロケットいらんっすね。スケがでも欲しくなりますね、気持ち。スケが欲しくなるのと、後ろから出して、あとはポイズン。ボムタワー。この7倍とかで安定する最強デッキを開発した人は僕あって、天才だと思いますけどね。安定するデッキなんかあるんですかね、これ。まあでも、キング削り、だけよりは、こういう防衛できる金削りの方が個人的には強いとは思います。フィロケットロケットからの、まあ、ボムタワーか。ボムタワーロケットのイモリ。よいしょ。さっさ。相手もなんか、可愛く対抗してますが、このまま終わりと。言ったところで、まあ、どうだろう。スケー、すごい欲しいですね。スケーがあるとまたね。話が変わるかもしれないんですけど、まあ、悪くはねえなというところで、さあ、ラスティングベイビーでもやっちゃいましょうか。もう、キングにズドン行きます。ズドン。はいはい、これですね。ケツから来る相手には正直美味しいと思いますね。で、わお。負け筋を減らすためにね、確実に落としていく男。もうめっちゃ防衛してるやんって感じですね。これでも、全部をまともに防衛しようとしてたら、絶対に勝てなくなるんで、途中でね、こう、防衛しない時がいりますね、やっぱ。あ、でも、ロケット押しマジやっちゃう。ほら、見て、やばくね？ロケット押しマジやっちゃう。めっちゃ守れますね。さては、ロケット押し最強マンジ？さては、そういうことっすかね？ですよね。僕もなんか間違ったこと言ってますか？絶対ロケット押しじゃん、これ。強いの。たまたまか。たまたまかもしれないんですけど。ロケット押しがすごい個人的に強いと。え？ほら、ロケット押しじゃん、これ。このモードもロケット押し？さては、お礼用モードじゃないですか、これ。ロケット押しで勝てるのならば、万々歳ですよね。マジックアーチャーいらなかった。皆さん、気づきました。マジックアーチャーなんで使ってたんだ、バカだったわ。これ、ロケット押しっすわ。エリゴレチンパンが増えてきて、一周回って最強に君臨するのがロケット押し。いや、さすがですね。よいしょ。で、しかも残ってくれる。いや、さては、マジックアーチャーごめん、一回も出してね。ほら、相手だってびっくりしてますもん。あれ？エリゴレ最強じゃないの？突破できないじゃんって今なってますから。来ましたね。ロケット方式が頂点。なんでこのマジックアーチャーの枠は、ワンチャンスケとかでもいいかなと思うんですが、まだマジアーチャーもいてもやっぱうざいよねと言ったところで、さっきラストとか言ったんですけど、もう一戦ラストやっていきたいなと思います。よろしく！ててバルキリーディガー。あ、間違った。キング。これキングに攻めるんだ。キングに攻めるんですけど、なぜか1個を取りに行ってしまう男。さあ。お、やば。高回転ジャイ。テンゴットや。高回転ジャイ PP 来ましたね。皆さん。テンゴットや、これ。ジャイ。やっぱ常にジャイは最強と。さすがです。全然違いますけどね、この方。この方全然テンゴットではないですけどね。僕がなんか勝手に言ってるだけなんで、皆さん。そこはね。やば。このモードでジャイはなかなかっすよね。まあ、だけど逆に止まんないみたいな。あ、待って、やべ。逆に止まんないみたいになりますね。あ、でも、なんか、時間でいけそうな気もする。まあ、キングおられなければいいので、逆は僕にキングおればいいので、よいしょ。なんか、時間で、相手の、あれ？時間で勝てそう。延々ボムタワー置いて、ロケット打って、ロケット押し出して、ディガー飛ばして、ロケポイズン打って、
終わりと。いやもうちょっと改良できるかな。まあでもなんかね、結構いいと思います。防衛できるロケット戦術、はい、よければ皆さんお使いくださいってわけで、なんかねまだねワンチャンマジアチャロケ好きでもいいかもしれないですね、正直。まあでもロケ砲がヤナアメとかで死んじゃう時にマジアチャロケも、ね、いけるので、よければこのデッキお試しくださいって。ご視聴ありがとうございました。